久保さん、あの、自己流は天才のみっていうことにしておきましょうか。なんかスポーツの世界でも、例えばその空手でも指導者がいないけど、なんか YouTube 見てるだけで、あ、こういう風にやるんだなってって自分でね、勝手にやって勝手に上手くなるとかね。先生はいないっていう。まあでも大体世界チャンピオンクラスで先生いないっていうのはあんまないとは思うんですけど。<laughs> でもまあ、たまにいるじゃないですか。あの、まあ世界チャンピオンクラスじゃないかもしれないけども、ある一定の どっかの地区とか市とかあの県とかで優勝レベルであるならばなんかその、うん、部活動だけでなんかそんなその先生いないんだけど教えられてないんだけど勝手に上手くなるみたいな、まあ、センスがある天才であるみたいなまあそういうのはいると思うんですよねだからあの天才はいいと思うんですけど指導者がいなくても自分でできるっていうでも凡人はやっぱ指導者なくして無理かなって思いますねうーん でも多くの人は、その指導者なくして自分でやろうとしてるんですよ。うん、僕も、まあ、これはポジショントークになる、なってる部分もあるっちゃありますけども、うん、でも僕もそうでしたからね。久保さんもそうだし、僕も自己流じゃないですからね。習ってきたんで、先生に。で久保さんもなら、ネットビジネスで自分で、あの、ね、塾入って習ってきたし。だからその、先生がい,い,い、いずにね、 稼ぐっていうのは結構まあ難しいかなと思いますねやっぱりだできる人はできるんですよでもそのできる人っていうのはまあ一括りで言うと天才ですよねまあネット上にその稼ぐ情報なんかいくらでもあるわけじゃないですか FX の勝つ方法もう昔から本もいっぱい出てますよもう20年以上経ってますからね FX が出てでも本もめちゃめちゃあります数千円で FX の手法なんかなんか FX の勝ち方みたいなのいっぱいあるじゃないですか だそれ見てうまくいく人もいるでしょうね、一部の人は。でも大抵はそれだけだと自分のステージにやっぱ吸収できないというかわかんないんで、やっぱ先生がいた方がいいかなっていうところですね。だけど多くの人はその先生にお金を払うっていうことに抵抗があるっていうところがありますよね。お金を払うことがリスクだみたいな。うん。ですかね。それはお金儲けを、お金儲けを、 にお金払っってるんだだたらそれはリスクだとは思いますけど自分の成長、自分がしっかり先生から勉強して成長するんだっていうことだったら何のリスクでもないじゃないですか。少なくても自分でやる成長より先生から教わった成長の方が多分高いと思うんですよ。まあ明らかにね。うん。まあスピードも多分違うだろうし。うん。はい。いってらっしゃい。